皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。前回の動画では、毛利軍が攻めていた赤松家の光月城を、攻撃の切れ目をついて、横からかっさらい、さらに、朝倉家との停戦状態を作り出すことで、東側から別所領にも侵攻。少々時間はかかったけど、赤松、別所、両勢力を滅亡させ、家臣団を手に入れた。というところまで、お届けした。今回の動画では、織田軍による六角領侵攻の進捗具合に注意しつつ、六角家臣団の吸収を狙いたいと思っているよ。あと、そろそろ本拠地の移動も行いたいな。元山城が本拠地だと、大官が3人しか任命できなくて、組頭の出世が遅くなるし、何より、当主である重宗の部隊を前線に送るのに、時間がかかりすぎるんだよね。まあまあ、そんなことを目標にしつつ、本日もプレイを進めていきましょう。ちなみに、現在の周囲の状況を確認しておくと、毛利軍は、この隅城を朝倉から奪い、引き続き、田島の国の武田城に向けて進軍中。後方からもかなりの数の部隊が出撃してるし、朝倉軍はもはや、組織的な迎撃は行えないような状態だから、武田城が落ちるのは、時間の問題だろうな。一方、伊賀上野城をめぐる、六角軍対織田軍の攻防は、かなりの激戦になってる。伊賀上野城下では、六角軍の守備隊が強撃されているけど、近江方面から、当主吉方の部隊と、浅井援軍部隊が迫っており、それらの救援が間に合えば、あるいは六角方が守りきるかもしれない。ただ、城自体もすでにかなり損傷しているので、守備側にとって厳しい戦いが続くことは、間違いない。それにしても、浅井家の援軍部隊はご苦労なことだ。南の六角、北の朝倉と、同盟勢力に援軍をかつ上げされ続けており、肝心の自勢力の城は、守りがお留守になってる。ここ越前の国、一条谷城も、浅井援軍が守ってやってるけど、武田軍が投入する膨大な物量の前に、今にも決壊しそうな感じ。さて、最後に、織田家と我が元山家との絡みについてだけど、西下城の南側、新宮城の支配下にあるべき軍は、織田軍によって全て取り戻された。とはいえ、これはまあ自然な行動だし、紀伊半島をぐるっと回って、織田軍が攻め込んでくるとは考えづらい。一応、最低限の警戒はしておくけど、一番気をつけるべきは、伊賀上野城が落城した後、プレイヤーヘイトのシステムによって、織田軍の標的が、元山家にスイッチするタイミングだと思っている。もちろん、実際にそうなるかどうかはわからないんだけど、そうなった場合に慌てずに済むように、機内の兵力は、あまり大きく動かさない方がいい気がしている。まあまあ、現状はそんな感じで、ここからどう勢力拡大を目指すべきか。で、いろいろ悩んだ挙句。とりあえずまずは、重宗隊を出撃させることにした。淡路島を通って本州に渡り、最終的には、朝倉領に攻め込んで、合戦をしたいと思っている。同盟勢力が増えることの副作用として、周辺勢力に警戒されてしまう影響などもあって、今現在、元山家は織田家に敵視されている。この状況を好転させるには、調略の宝物とかももちろん有効なんだけど、それだけでは足りないので、弱でもいいから、威風を吹かせたいんだよね。今の朝倉家が、4部隊以上の軍を集めてくれるかはわからないけど、とりあえず、試してみるしかない、ということで、元山重宗隊、レッツゴー。遅れずついて参る。月が変わって、9月の上旬。伊賀上野城の様子を見てみると、どうやら、ギリギリのところで、六角軍が織田軍を撃退した模様。これは結構意外だった。我が元山家にとっては、嬉しい誤算。織田軍の脅威が喉元まで迫るのは、もう少しだけ先の話になりそうだ。さらに月が変わって、10月末。丹波の黒井城に向けて部隊を進軍させていると、六角家の伊丹城、芥川山城から、矢印が伸びるのが見えた。先ほどの織田軍撃退から2ヶ月も経たないうちに、再び織田軍が侵攻してくるらしい。つうか、また浅井から援軍借りてるな。あんまし浅井から援軍借りすぎると、浅井の城が武田に攻められて、かえって滅亡を早める気がするんだけど。つうか、どうして足利に援軍借りたり、停戦仲介を頼んだりしないのか。まあ多分、ゲームシステム的に縛りがかかってるんだろうけど、もう少し自由にさせた方が、いいんじゃないかとも思う。なんか、浅井にばかり援軍頼んで、足利には一度も援軍頼んでないの、変な気がする。さて、11月になって、吉田高頼から先導の愚心があった。さらに、権力が割り込んできて、より広域での先導を提案してきた。先導って、あまり使ったことがないので、ちょっとやってみようかな。南海前、一揆が起きている軍は、あっという間に制圧が完了するって話を、どこかで聞いた気がするので、
せっかくだからこの機に試してみたい。そんなわけで、少し余計に時間がかかるけど、賢慮の武神の方を採用してみた。いやー、結果が出るのが楽しみだな。11月の中旬に差し掛かる頃、黒井城の手前で朝倉軍一部隊と接触。これは倒さないと前に進めないので、合戦でスパッと排除するよ。幸い、細川定助が混乱持ちだったので、軽微な被害で勝利することができた。とりあえずこの後は、黒井城周りの軍を制圧しながら時間を使って、救援に集まってくる朝倉軍が、4部隊揃うのを待つしかないかな。そろそろ武田城が落ちそうな感じだし、毛利軍が消えてくれれば、周辺の城から、敵部隊が出てくるんじゃないかと思ってるよ。ちなみにこれは、10日ほど経過した後の、11月下旬の状況。織田軍や六角軍、さらには援軍部隊の浅井軍や武田軍まで入り乱れて、なかなかな激戦模様。どちらが勝つかはわからないけど、できれば、六角に守り切ってほしい。ただ今回は、信長自ら攻め込んできてるし、ちょっと厳しいかもな。で、武田軍の動きを見ていたら、浅井領に攻め込もうとしている部隊を見つけた。これは、浅井家、積んだんじゃないか。そして、月が変わって12月に入った頃、ついに、待望の機会が訪れた。黒井城に集まる、数本の赤矢印。周辺諸城や黒人衆も含めて、朝倉軍が、ちょうど4部隊集まってくれるらしい。これは多分最後の大チャンスだ。敵部隊の黒井城到着には、ちょっと時間差があるだろうけど、なんとかうまく誘導して、威風弱につなげたいところだよ。そして、12月の中旬に差し掛かる頃。ああ。のちて山城の方から来てた部隊が、引き返してしまった。うわあ、これはショック。多分、合戦で威風を吹かせる最後のチャンスだったのに、実現できなかった。一応、黒井城にこもっている城兵が撃って出てくれば、4部隊揃う可能性はあるので、もう少しこのまま、敵部隊が集結するのを待ってみることにするよ。そして、重宗隊などに黒井城の周辺を移動させながら、なんとか黒井城の兵を引きずり出せないか、考えていたところで、ある作戦を思いついた。古紙兵糧的には到底無理なやり方だけど、重宗隊に武部山城を狙わせたら、黒井城の兵も一緒になって、救援に向かってくるんじゃないだろうか。どうせだから試してみようということで、時間をそのまま進めていると。2ヶ月前に仕込んでいた、戦闘が成功。ちょっと見えづらいけど、黒井城周辺の軍から、黒煙が立ち上っている。なるほどなるほど、こんな感じなのね。実際、軍情報を見てみると、軍状態のところに、一気マークがついてた。ただ、今のところ集落の掌握が解除されたり、開発用地の施設が壊れたりしている様子はない。どういうことなんだろう。で、よくわからないまま時間を進めると、黒井城下にいた朝倉軍が動き出し、次の瞬間には、軍制圧が完了していた。おお、なるほどなるほど。こういうことだったのね。これはまあ、敵領に攻め込む時には結構使えるかもしれないな。とにかく、軍制圧にかかる時間が大幅に短縮できるってのは、かなり大きなメリットだと思う。敵領に攻め込む直前に仕掛けて、鎮圧されるより前に自分で踏んでいく、ってのが良さそう。ただ、戦闘が成功したのはいいんだけど、黒井城の兵を引きずり出すことには失敗。残念ながら、威風弱は諦めるしかないらしい。そして結局、3部隊の敵軍を相手に合戦して、全部隊撃破での勝利。意味があるのかはまだわからないけど、とりあえず、敵部隊は撤退ではなく、極力壊滅させるように戦ってみた。なんか、壊滅させた方が、敵兵の回復速度が遅い的な話を、どこかで聞いた気がするんだよね。検証したわけではないので、嘘だったらごめんなさい。さて、結局、朝倉軍相手に威風を吹かせることはできなかったし、残りの古紙兵糧的に、今さら騎乗することもできないので、ワンチャン落城の可能性がある、武部山城を攻めてみることにした。残っている城兵が少ないし、強行で城兵を減らしていけば、もしかしたら落とせるかもしれない。月が変わって、2月の半ば頃、重宗隊などはすでに兵糧切れで壊滅し、残った2部隊で強行を続けているものの、陥落させるのは少々厳しそう、ということで、近くの黒人衆部隊を、増援として向かわせることにした。まあ多分、この黒人衆部隊が到着する頃には、現在強行中の2部隊は、すでに壊滅しているだろうけど、せっかくここまで城兵と耐久度を削ったんだから、やっぱこのまま落とし切ってしまいたい。で、もちろんこの黒人衆部隊だけで城を落とせるとは思えないので、助っ人を呼ぶことにした。
ちょうど、この2月の頭で信用度が100ポイントまで溜まって、同盟期限的にも余裕があるので、中国地方の雄、毛利家にお願いして、武部山城に援軍部隊を出してもらう。送ってくれるのは2部隊だけだけど、まあまあ、最後のダメ押しをしてもらうための部隊だから、黒人衆部隊と合わせて3部隊ということで、十分足りるんじゃないかな。それから数日後、武部山城の城兵は、強行によって2桁にまでその数を減らしたものの、裏上宗影隊が、ここで壊滅。残ったのは、すでに兵糧切れ状態の吉田高頼隊のみ。だがここで、城兵の数もゼロまで削れた。これは、どうなる？この城を制したは我らよ。よっしゃー。本当にギリギリだったけど、武部山城を落とし切ることに成功。正直、特にこの城を取ろうと思っていたわけではないんだけど、なんとなく流れで落としてしまった。この城を取っちゃうと、毛利家の東側を塞いでしまうことになるので、将来的に武田や織田の城を攻めるときに、援軍を頼めなくなってしまったんじゃないか。という問題があるんだけど、まあまあ、その時はその時だね。わざわざ毛利に援軍を借りた意味も、なくなっちゃったんだけど、今のギリギリっぷりは、全然予想できなかったので、これについては仕方がない。あとは、いつの間にか敵部隊が黒い城に迫っていたり、落とした武部山城の方にも、敵国人衆部隊が、向かってきたりしてるみたいなんだけど、まあこれも、城が落ちたことで動きが変わるかもしれないし、とりあえずは様子見ということにしよう。およそ1月ほどが経過した、3月末。結局、前の場面の後、武部山城や八上城では、朝倉軍を適当にあしらうことができたんだけど、琵琶湖の東側の方では、織田軍が伊賀上野城を落として、続けて日野城に向かい、さらに、武田軍が爆速で浅井家を滅ぼして、勢いのままに観音寺城に迫り始めたため、我が元山家も、黒人衆部隊を動員して、六角家の、芥川山城と伊丹城周辺の、軍制圧に着手した。場合によっては、この流れに乗って、六角家の方を先に滅ぼすことになるかもしれないけど、一応、今のところは、城周りの軍を制圧して、いつでも城を囲めるという状況にだけ、するつもりだよ。月が変わって、4月の頭。今まで、武将以上の役職の武将が少なくて、足利、および、毛利との取り次ぎに2人使ったら、手の空いてる将がいなくなる、という状態が、ずっと続いてたんだけど、なんとか頭数を揃えられそうだったので、城下方針の委任を一旦解除して、武将以上を3人揃えて、制度改新の、レベル2を取ることにした。武将の数もだんだん増えてきたし、領主の配置替えができないのが、ストレスになってきたんだよね。で、レベル2を取った後は、引き続きそのまま、レベル3まで取ってしまうつもりだよ。城主の入れ替えを可能にして、どこか前線から少し離れた城に、上祖壁元地下を入れたい。さらに1月ほどが経過した、5月の頭。芥川山城の耐久を軽く削っていると。今少し。あちゃー。将軍様来たー。うん、足利家の仲介により、六角家と半年間の停戦になった。まあまあ、足利家と六角家は同盟を結んでいるわけだから、この事態は当然想定しておくべきなんだけど、なんつうか、使う相手を間違っているのでは？と思う。動員兵力が一番多いであろう、武田家と停戦する方が、自然なんじゃないかと思うのは、自分だけだろうか。まあまあ、愚痴ってても仕方ないですな。今のうちに朝倉領を確実に切り取ってしまおう。半月ほどが経過して、5月の下旬に差し掛かる頃、側近に行わせていた仕事が終わったので、ついに念願の本拠移転を決行。と思ったんだけど、現在持っている金銭では、小髄城までしか移転できないらしい。そうなんだよな。なんかそんな気はしていた。とはいえ、本拠が元山城のままでは、統治範囲外の城も増えていく一方なので、ここはとりあえず、小髄城に本拠を移転することにした。幸い、統治範囲外の城が範囲内に収まるからか。金銭収支は改善する計算になってる。よしよし。次に東側で統治範囲外の城が出てくる頃には、もう少しお金に余裕ができていて、近畿地方のどこかに本拠を移転できるはずだ。6月の上旬、制度改新のレベル2が解放されたので、引き続きレベル3を解放するべく準備を行う。城下方針の委任を一旦解除し、毛利家との取り次ぎを解任して、武将以上をなんとか5人揃えた。現在の元山家では、当主重宗を除けば、武将以上の役職を持つ将は、この5人しかいない。やっとここまでこぎつけたということで、達成感が少しあるよ。月が変わって、7月の中旬に差し掛かる頃、地味に包囲し続けていた、八上城が陥落間近になったので、
八神城を攻略目標に設定。攻略目標に設定した上で城を落とせば、目標制圧のミッションをクリアしたことになり、それを2回繰り返せば、提案した武将に勲功が与えられるんだよね。正直、攻略目標としての設定は、必要条件のようでいて、ほぼ有名無実化しているので、あまり意味はない気がするんだけど、まあまあ、とりあえず、もらえる勲功はもらっておこうというスタイル。よしよし、八神城が陥落。これで、朝倉家に残された城は、後瀬山城、黒井城、八木城の3つのみ。後瀬山城には武田軍が迫りつつあるので、我が元山家としては、武田軍による城攻めの進捗を気にしながら、黒井城と八木城を確実に手に入れるようにしたい。まあまあ、黒井城はすでに囲んでいるし、八木城の方にも黒人衆部隊を送り込んでいるから、気をつけるべきは、城を落とすタイミングだけだね。7月の末頃、六角家の観音寺城をめぐる攻防を眺めていたら、軍隊の部隊が壊滅したという報告があった。これは、黒井城の攻城戦だな。また勝手に強行に切り替えてる。武部山城から少人数の部隊を出して、二方向から包囲させてたんだけど、どうやらその部隊が、強行のせいで壊滅してしまったらしい。やれやれ、と思ったら。嘘だろ、マジかよ。元山家の絶対的エース、長宗我部元親が、出奔しておしまいになった。マジかよー。城主になれるところまでようやく育てて、これからが活躍の本番だったのに。せちがらいぜ。それから一月弱の時間が経過した、8月下旬。黒井城の陥落も迫ってきたので、再び攻略目標に黒井城を設定して、時間進行。ちなみに、武田軍はすでに観音寺城を落としており、今は後瀬山城を強行中。この城は我らが頂戴した。9月に切り替わる直前のタイミングで、黒井城が陥落。少人数の部隊で、入れ替わり立ち替わり攻めてたから、陥落まで時間がかかっちゃったな。まあでも、この黒井城を落としたことで、目標制圧のミッションを達成することができた。定雄や賢女が勲功を稼いでくれるのは、非常にありがたい。遠慮なくもらってくれ。9月を飛ばして、10月の上旬。武田軍に攻められていた、朝倉家の後瀬山城が陥落。これで、朝倉家の最後の城は八木城となり、朝倉家臣団が手に入ることがほぼ確実となった。とはいえ、すでに結構引き抜かれてるっぽいな。後瀬山城は朝倉家の本拠地になってたし、さっきのタイミングで、武田に結構登用されちゃったのかもしれない。さらに月が変わって、11月の初旬。六角家との停戦期間が終了し、理由はわからないけど、六角領が適正色に染まった。10月の半ば頃に、六角家は足利家との同盟を延長していたので、今回も、六角攻めを行うと、停戦仲介されてしまう可能性があるんだけど、なんとかして、仲介を回避できるよう頑張ってみるよ。12月上旬、重宗隊が、石山御坊に近づいてきたタイミングで、敵部隊を城から釣り出すために、少人数部隊を出撃させる。ちなみに、この時の重宗隊の進軍先は西成郡で、石山御坊の支配下領域の範囲内だから、多分だけど、六角家に対してプレッシャーにはなってない、と思う。さらに、御坊から賢女隊などを出撃させる。これも西成郡止まりにして、極力、六角家にプレッシャーを与えないように気を配る。とはいえ、雨子春久率いる少人数部隊が目指す進軍先は、重宗隊などが留まっている西成郡から、丸2個分。春久隊が接触すれば、合戦になるので、六角家にプレッシャーを与えることなく、兵を殲滅できる。と、思っていたんだけど、なぜなのかはわからないけど、合戦にならない。距離的にもめちゃくちゃ近いのに、なんでなんだろう。仕方がないので、重宗ら3部隊を前進させる。向かう先は、尼崎郡。ただ、重宗隊が前進を始めても、一向に合戦可能を示すマークが出ない。マジでこれなんなんだ？結局、合戦可能になったのは、重宗隊が尼崎郡の丸の上に、到着したタイミングだった。正直、思ってたのと全然違うんだけど、とりあえずこの敵部隊を葬り去るよ。ぶっ潰してくれるわー。清水宗春と本願寺賢女、二人も混乱も違えたので、パーフェクト勝利を収めてしまった。ついでに、賢女が三好正康を討ち取るを負けつき、長吉に続いて、また三好一族を討ち取ってしまったので、六角家臣団を手に入れたとしても、三好一族は軒並み登用できないだろうな。それでは、これから伊丹城を攻め取るんだけど、ここで一工夫。城攻めは、79人の雨子春久隊と、花熊城から出撃させる、150人の軍隊部隊に任せる。
これなら、伊丹城に過度なプレッシャーはかからないし、六角形 AI が気にも留めないような少人数で城を落とせるはずだ。ただここで、一回目の合戦の勝利に浮かれてしまい、致命的なミスを犯してしまった。あれほど六角家にプレッシャーを与えないよう気をつけていたのに、芥川山城支配下の島下軍を、重宗隊の進軍先として、設定してしまったのである。結局、引っ込んでしまった敵部隊を再度おびき出すために、重三城から再び軍隊部隊を出撃させ、島下軍に到着していた重宗らの部隊には、一時撤退するよう、命令したものの。あちゃー。将軍様来たー。いやー、ちょっと気を抜いてしまったな。伊丹城の方は、割といけそうな感じだったんだけど、合戦が無事に済んだことで、気が緩んでしまった。まあ正直、この方法論が正しいのかはよくわかってないんだけど、とりあえず、また半年後には、同じようなやり方を試そうと思うよ。そして、年が明けて1557年、1月上旬。朝倉家最後の城、丹波の国上城が陥落し、朝倉家を滅亡させることに成功した。これで、朝倉家臣団が、元山家中に加わることになる。ただ正直、あまりパッとしないな。一番評価が高いのが太田隆一って、なんかおかしいぞ。登用できなかった阿波屋さんは、解放してあげましょう。恩は忘れません。まあでも、これで結構頭数は揃ってきたな。周辺の小勢力も、あらかた吸収したし、ここからは大勢力同士がぶつかり合う、終盤戦に入っていく、という感じじゃなかろうか。今のところ、四国の西側を攻める気はないので、次の標的は織田家ということになりそうなんだけど、果たして、元親が去ってしまった元山家に勝機はあるのか。そして、六角家の吸収は成功するのか。今後の展開を、お楽しみに。それでは、次回もよろしくお願いします。鳥之助でした。